こんばんは、吉田さん、そして億万長者合唱をご覧の皆様、あと何回挑戦できるのかっていうことと、ちょっと切り口を変えてですね、今私がやっていることをどん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 遡っていきますんで、ちょっと聞いてください。今私ね、プランク2分間チャレンジっていうのを続けてですね、3週間目になるんですよ。で、食事制限もしてますんで、体重は順調に落ちているんですけども、このプランクっていうのはね、プランクっていうのはちょっとどんな形か皆さんでね、今度調べてみていただきたいんですけども、このプランクがなんで私がね、2分間連続でできているのかってことですけども、これはおそらくですけども、ずっとね、筋トレをしていたっていうところがあるんじゃないかなと思います。この3年ぐらいずっと筋トレをしていまして、で、山道ウォーキングもしていて、基礎代謝はかなりあるんですよね。で、基礎筋肉っていうのもかなりできてきて、何よりもですね、体を動かし続けてきたという自信が2分間できるはずだというふうなね、そういうふうなところに精神力につながっているのかなと思うんですよ。ですので私が今まで筋トレをしてなかったり、この3年4年間ですね、ウォーキングをしてなかったら、プランクをやって続かなくてもしょうがないよね、久しぶりだしみたいになってたと思うんですよ。で、私が山道ウォーキングがなんでね、1時間なり2時間なりずっとできてたのかっていうことなんですけども、これはもっと前、10年とか20年前に、自分の体をね、ものすごくね、鍛えていた時期がやっぱあるわけですよ。10代とか20代に。その頃の基礎的な筋肉量っていうのが体の中にね、内在されていて、で、筋トレを再開した時でも、体がね、治りやすいんです。スポーツマンの体に、戻りやすいそうなんですよ。で、ジムでパーソナルトレーナーに診断を受けたら、アスリート並みの筋肉量と体型ができているってことだったんで、割とね、気持ちよく、そしてスムーズに、ライズアップみたいなことができたわけなんですけども、もし私がね、10代の頃運動してなかったら、多分20代30代で、肉体をね、意識することはなかったと思いますし、40代で筋トレセットを買ったりとかね、山道歩くことはなかったと思うんですよ。で、こういうふうな形で、じゃあね、今40代の今何をしていたら50代で、じゃあその続きからやろうかなっていうふうに思えてるかって考えると、いや、ほんとゾッとするんですよ。今までやんなかったことをいきなりこの年になってやろうと思うと、自分が自分にかける圧力っていうのも相当なもんですし、これから始めようと思うとね、いろいろと準備にも戸惑うことがあると思うんですよ。で、お金も同じような感じがして、働くこととかね、ずっと今まで積み上げがなかったら今からスタートなんで、じゃあ今からスタートのところで中堅のところと一緒にできるかっていうと、難しいと思うんですよ。そう考えたら、やっぱりずっとね、チャレンジしてきたことが次のチャレンジの励ましになるのかなと思うわけなんですよね。で、今私はたくさんの金融商品を扱っていたりとか、ビジネスに参加したりとかできるのも、それまでずっとね、培っていたビジネスセンスとか、失敗してお金を失った経験とか、度胸とか精神力とか種銭とかっていう問題が、今47歳、令和2年7月2日の私に集中してるからできるのかなと思うんですよ。当然ですけども、傷ついた時のダメージからの回復の術もある程度知ってますんで、それも言ってみれば今までね、無防備に戦ってきて、失敗した私の功績なのかなと思うんですよ。だからやられたこともプラスに転じて、プラスだったことも結局プラスで、挑戦して失敗しようが成功しようが、なんか得るものは大きいなと思うんですよ。じゃあね、ここからですよ、私の問いかけは。この半年間、これに挑戦してきたぞと言えるものが何かあるかなってことなんですよ。いかがですかね。私はプランク2分間チャレンジの3週間目ってものを今トライしてます。対外的にはあんまり興味のないことかもしれませんけども、私はかなりね、これが、この半年間やったことだぜって言えるんですよね。もちろんビジネスとか投資のこと、暗号通貨のこと言わせれば、まだまだ成果の大きいものとかね、皆さんが喜びそうなものあるんですけども、そっちの方で私が挑戦するのは当たり前じゃないですか。やっぱり50歳を前にして、体を作りに行ってるというね、この恥ずかしさを、赤裸々にやっていくのが私らしいなと思うんですけどね。はい、ということで、お金を稼ごうかなと思ったら、お金だけではなくて、生活ですとかね、肉体とか、自分の内側を変えることを、まず真っ先にやらなければならないんではないかなというオチになりました。それでは、いってらっしゃい。